日本が誇る名峰富士山、その麓に位置するサーキット富士スピードウェイに早朝から多くの観客が詰めかける。もちろん彼らの目的はこちらも日本が誇る自動車エンターテインメント D1 グランプリ。目の前で展開される非日常空間の開幕を観客それぞれがリラックスして待ち望む。ところが対照的に選手のピットは緊張感が最高潮に達しつつある。開幕2戦目のこの戦いでポイントを落とすとシード入りは相当難しいものとなる。コンディションのいい今日こそなんとか上位入賞を果たしたい。開幕戦で苦しんだ各チームの思いは共通。開幕第1戦恵比寿は非常に荒れた展開だ。折り悪く降り出した雨により路面はヘビーウェット。次々と D1 マシンがスポンジバリアの餌食となる。しかしその中でもこのサーキットの支配人でもある熊久保は安定した走りを披露。追走に入るとさらにその腕は冴え渡る。午後からは雨も上がりハイコンディション。追走上等の名の通り対戦相手を次々と撃破した。昨年総合2位につけた野村健もベスト8で敗退。末永、日比野といった有力なライバルが次々と消えていく。そして決勝の相手川端はミスにより熊久保に接触。オイルクーラーを破損してしまいそのままリタイ。優勝したのは熊久保、熊久保信繁。終わってみれば昨年チャンピオンの熊久保が開幕第1戦を制し最高のスタートを切った。そして2007年の行方を左右する第2戦が今開幕する。2007オートバックス D1 グランプリラウンド2 in 富士開幕いたします。富士スピードウェイにお集まりました。こんにちは。非常に晴れ渡った素晴らしい天気、そびえ立つ富士山の麓、今日一日素晴らしいドリフト D1 グランプリをどうぞお楽しみください。まずは審査委員長ドリフトキング土屋圭一です。いやそれ第3じゃん。皆さんとともに盛り上がっていきたいと思います。今日一日楽しんでってください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ戦う主役選手たちご紹介してまいりましょうか。シード選手野村健だって、なんでもう前にいるのよしなさい、そういうの野村さんいつもしまわなくていいからまたそこにさあ続けてまいりましょう。シード選手末永正雄はどこちょっとそこのカメラマン、お前お前カメラマン、そのカメラ何、キャニエル撮ったカメラ浜さんに持ってくんじゃないだろうなそれを本当にさあ行きましょう。ゼッケンナンバー2番川端雅人は出てきた。四輪バーキンのって上位トップ3は何してもいいことになってるんですね。もうしょうがない、はい、さあ1番、もちろん1番ということは開幕戦の優勝者2006年チャンピオン熊久保信繁。熊久保信繁何でしょうか。なんでお前なんでそれなんでお前パワフル3000なの、はい、みんなで飲もうこれ飲んだ。そして飲むなそここで、D1 1の、超高速バトル、今日は最高の走りをお見せいたしますので、最後まで応援してください。よろしくお願いします。これより2007年オートバックス D1 グランプリラウンド2富士開催いたします。うっす。
2007オートバックス D1 グランプリシリーズはご覧のスポンサーの協力で運営されております。さあというところで土屋さん、はい、いよいよこの後ラウンド2、この富士スピードウェイ、まずはやはり単走ということで始まってきますけれどもね、まあ、基本的にその D1 グランプリまた富士スピードウェイを初めて見に来る人のために、はい、じゃあどこをどう見るか、はい、300R にパイロンが3本立ってます、はい、そこにパイロンが1本目があります。そうですね、あります。次2本目、はい、次が2本目、この間からハイパワー車は振っていなければいけない、ゼブラゾーンありますね、ありますね、はい、あそこに寄っていくとマイナスです。なぜマイナスかというと、はいはいはい、300R で振り出したものが流されたと、うんうん、コントロールできないで流されたとして見られちゃう、大きい振りになってしまうわけですね、はい、コース上に今白く汚れたところありますね。ありますね、真ん中にね、はいはいはい、あそこがクリッピングポイントです。でそこから今度は審査席のアウト側、はい、アウト側にパイロン2本立ってます。アウトクリップと言われてるんですね、はい、ゾーンですねこれは、ね、はいはい、この間にリアテールが入ればいいと、はい、そこからヘアピンのクリッピングポイント、うん、このクリップに関しては今白線引いてます、うん、車速が高い場合クリッピングポイントは 1m 半は外しても減点にはならない、うん、なるほど、はい、ここから立ち上がって、うん、7番ポストの両脇に、先にパイロン、パイロンが両脇に立ってます、はい、あります。ここがフィニッシュです。そこまで、はい、でそれを全て満たすと100点取れるわけです。100点です、はい、じゃあ本当にそういう走りをしているのかどうかも含めましてですね、実は車載映像オンボードカメラがございますので、ドライバーは黒い足チーム東洋ドリフトの一人、この男の走りということになります。はい、ここ富士スピードウェイのコース紹介は、今回青くなった、青いけど黒いです。エンジンも変わってます。恵比寿の時よりもパワーはアップしてきてます。白煙もぐもぐ、煙もぐもぐ、タイヤはなくなっちゃいますけど、迫力ある走りを皆様にお届けするため頑張ってきます。これが富士スピードウェイです。危ない、危ないよ、タイヤなくなっちゃうよ。この走りで、追走まで行っちゃいますから、審査員の人覚悟してくださいよ。頑張ります。あの 300R のイン側のお客さん、はい、福田博士に拍手ぐらいしてあげてください、ね、福田博士です。本当はね出たいんですよ福田も、まあ、そりゃそうだよ、ね、わけあってあそこで旗振っちゃうことになっちゃったんだからね。もう